ヘイ、皆さんこんばんは、ゆうです。パープルアプリサクセスやっていきます。今回ね、天才に無造形を使って投手育成やっていきたいと思います。イベントデッキは前にあと4です。暁マンモ、野球マン1号、ルシバー、ガマちゃん、西谷、激闘ともさわ、この6人でやっていきたいかなと思います。前触れですね、成功、これは本当に成功してほしいですね。あと招き猫を1つ持ってきてます。前にあと4ということで、てか本当の40あるやん、これめっちゃいいね。よっしゃ、やっていきましょう。あ、球速をね、145キロ以上は上げてね、暁マンモのイベント3回目臨みたいですね。よし、さあどうしよう、スタミナ上げるか、ここ。まあ、あと4やからね、招き猫持ってきても未完の場合があるので、そうですね、あとイベのキャラクターは妄想コマンド踏んでいきたいですね。よし、どうしようかな、3いけるんじゃん、これ。お、いけた、ラッキー、いきましょう。逃げ玉、いいね。まあ、激闘友さんのね、ど根性、これも成功失敗あるんで、はい、ぜひ成功してくれることに乗ってます。お、いいね、ナイス、ナイス、友沢。守ると友沢コンボで対強打者を掴むので、ちょっとこれは置いとこうかなと思います。まだ覚醒しねえぞ、まだ覚醒しない。来たね、お、来たぞ、千丸、千丸来た。いやー、ちょっとこれは頑張ろう、マジで。久々やね、覚醒で千丸引けたのは。あー、めちゃめちゃ嬉しい。もうコントロールもね、デーになったかな。うん、あ、いいね、行きましょう。あとはね、ガマちゃんの評価やね、評価をしっかり上げていきたい。うん、重い球、正直ね、潰せるコツは潰していきたいんですよね。ただね、そうすると変化量をね、考えないといけない。うん、これ妄想いきます。まあ、葵ちゃんとかってね、まあ野球マン1号か、体力消費キャラクターなんでね、金徳イベントとかね、まあ前例イベントもなので、妄想とかってね、葵ちゃん踏んでいきたいな。よし、カチューンリリースとかバント封じは潰していこうか。協力する。ここ休もう。いやー、難しいな。まあ、評価上げ大事だからね、評価上げていこう。重い球リリース、カチューンで、ワトバント封じですね。はい、 OK。 あー、対強打者掴んでしまった。いやー、ここは難しいぞ。いいぞ、今このイベントはいい。
評価上げていこう。いや、ほんと千丸引きでよかった。これちょっとね、ほんと変化タックをしっかりやって取りたいね。経験点しっかり取っていきたい。あれ玉取るか。あとはもうポーカーフェイスを先に潰します。はい、行きましょう。まあ、ヤシと違って、当初はね、金徳どれが来ても僕は、大丈夫かな。クロスファイアーとかの方が、個人的には嬉しい。うん。チェックに行きましょう。告白1回目。駆け引き。お、いいね、もともと。うん、妄想いきます。うん、こっちやったね。これでもコツ5を掴みますね。さあ5、うん、これったら葵ちゃんですね。これで体力消費。あー、こっちが来たんか。こっちが来たか。構わない。よし、 OK。ナイスナイスナイス、いいぞ。まあ、前にあと4のねデメリットっていうとね、サボり癖不眠症のイベントが来ちゃう可能性が高くなるんですよね。134、うん、 OK。 さあ玉持ち取ります。あ、それ大強打者も取ってたね。うん、もうすぐいきます。オッケー、デート行きましょう。デート1回目。まあ、守備練習かな。守備練習を何回か踏めば臨床を補えるんで。あ、オッケーオッケー。クリスマス前のこのイベントはありがたい。じゃあ50、勝てるね。いやー、どうしようかね。緊急飛ば潰していこう。これは最大値を上げようかな。いやー、ちょっと変化ダックを引きたいぞ。さあ、お願いします。これ中吉以上。ガマちゃんは大凶とか引かへんねんな。もうほんまにほんまに。あ、小吉一番辛いかも。144、4キロ。あー、足りひん、足りない、辛いな、これは辛い。まあ、そう思うとやっぱね、青とこを先に潰すっていう言い方は良くないのかな。
妄想いきましょう。うん、頼むで。よし、さあ、消し、収束。いやー、もうちょっとね、変化タックをこれからやっていきたい。スライダーならシュート5とかっていうレベルまでいきたいな。今回4人タックがね、最大までいきますね。もう1回でも来てくれたら全然ちゃうけどね。45まで上げよう。スライダー4。あー、そうやね、超スローボール取ろうか。さあ、どうしよう。うん、いいね、これで今 CC は結構いけるぞ。まあ、先発中継ぎ抑えはね、正直中継ぎにしたい。お、いいね、めちゃめちゃ点取ってるやん。てかめちゃめちゃ点取られてるやん。なかなかこの8対5っていうのはない。うん、セックさんいきましょう。早いな、ここまでが。何うるさいな。よし、順を。これね、虫歯かかるんだよね、実は低確率で。一回だけかかったことある。うん、変化稼ごう。やばい、2回目消しまった。150まで上げときたい。今145やね。大丈夫かな。うん、おー、クイックいいね。敏捷を稼がないといけない。よし、いいね、臨床決めだ。牽制、あー、3になったね。打球反応と牽制は取っときたいな。あー、そうやな、取るしかないか。今もう一丁来てほしいね。よっしゃ、デート3回目かな。頼む、変化タック変化タック頼む。うお、6いけへんのちゃん。いける、いけた。これはありがたい、これは嬉しい。トリプルタックですね、今ので。変わった、俺の人生が変わった。あ、いいね、青コツ。よし、7までいけた。うん、あ、いいぞ、これいいね。さあ、85、惜しい。うん、どうする、妄想いくか、勝負。あ、まだそっちやった。大丈夫かな、あと指も乾燥するかなと思います。結構もう進んだからね。お、かなり掴んだ、ナイス。さあ、うん、
勝つとこまで上げとかな、めちゃめちゃ不安やわ。よし、ガマちゃん評価もいけるかな。モテモテついたもんね。ジャイフォーラー、マユムラ、ほい、ここでタックマッカイ。あ、いいね、印象ナイス、マジ。低め、うん、A いけるね。これエナサストレート多分成功するような、ここまでコントロール上げたら。あー、これダブルタックですね。行きましょう。さあ、スライダー、スライダーから、よし、これいいね。いやー、こういう時にマイブレ結構僕失敗するのがいつもの僕なんですけど、いや頼むだよマジで。おっ、シュート2、順応を取るか、まあ、これ先制ストライクも取ってしまおう。低め、うん、でデートいきます。デート4回目ですね。ダンジョン高校、いやーどうしよう、タック、うん、今西谷行こうかめっちゃ迷ったけどタックやね。さあ、ましょう。いやー緊張する、めちゃめちゃ緊張するわ。なんかね、失敗したらどうしようかなとかずっと考えてます。めっちゃネガティブやん。おし、試合は3戦全勝ですね。こんなんなかなかないで、投手育成とか特に。さあ5戦は超えてないかな、4995、うん、ラストいきましょう。あと、友沢と守の、イベント1回ずつですね。よし。150まで上げて。いけるかな？うわぁ、めっちゃいいコツ掴む。ナイスや。さあ、デート終わらそう。うん、ラストデート。150キロ今してるけど、前ブレ失敗するときあるからね、普通に。ほんと130キロとかでも成功するときあるから、ほんとわからない。うん、これダブル。152まで上げる。あ、いいかもしれへん。これはいいかもしれへん。やっぱ千丸はすごいな。頼むで。よし。153キロ。あ、めっちゃ最後に残ったな。暁マンモが。おっと、これ終わった。惜しい、いいね、最後に取りたい。うわマジでか、ちょっとマジか、悔しいなー。あー悔しい、これは悔しいわ。153キロまで上げて失敗するかね。闇やな。
まあでも前触れはね、どっちかっていうと成功する方が高いかな、僕の中では。よし、2人ずつこれ20丸まで取ります。あ、悔しい、めっちゃ悔しいわ。ジャイロボール、うん。いや、また諦めへん、俺はまた諦めへん。脱三振4。あー、変化いきましょう。手応え、うん、これは休んでいいかな。ヒレ骨脱三振、あと引けし、手応えは変化量は足りない。休みましょう。いいね、いらんで、ね、天才育成の時にこういうのなる？みんなもこういう経験ある？なるよね、これみんなバカな。お待たせいたしました。なんかね、僕ね、JR 乗っててね、一回寝過ごしたことがあってさ、なんかもう終点まで行ってもてさ、で、隣に乗っとったおじいちゃんもなんか俺と一緒で寝過ごしとって、なんでじゃーって言っとってん。知らんがな、俺寝過ごしたからやん、ね、って言ってる僕もね、心の中でなんでやねんみたいな。さあ、試合勝って前触れはもうね、仕方ない、もうほんま仕方ない。いや、前触れは成功失敗かなりでかいからね。よし、中継ぎは自分は S 級が1人か2人おったかな。だから S 級以上をね、目標にやってます。まだ分からないからね、前触れ失敗したけど。この前の野手育成みたいにね、序盤に大怪我して走力5下がったのに SS 行きたいとかあるから、うん、ナイス。不眠症のあれやめてな。なんもないんかい、不眠症。ありがとうございます、いい医者だね。さあ、いやー難しいな、根性取ってしまってもいいと思うけど、久々にコントロール S とかやったわ。試合行きましょう。暁教官の時はコントロール S 行けたんだよね。な、黒金教官よりも僕は暁教官の方が強いと思ってしまった。やっぱね、黒金は結構運要素があるんですけど、暁はね、打倒さえしっかりしていたら結構更新するな。でもやっぱね、あ、変とかでね、なんか3つの変化球をね、7とかまで持っていきたいやん。いつも大体僕スライダーシュートとかやからね。さあ、守備、緩急、お、緩急、緩急。さあ、緩急取ろう。
あと敏捷を使うやつはクイックだけ。縛りか、俺そういう趣味ないわ。でこの襲名高校が一番ね、何回か言ってるんですけど、投手育成で一番怖い。いいね、やっぱ強いな。本当あの試合やっててね、まあ試合数多いからあれなんですけど、ちょっとめんどくさいなっていうのはあると思うんですけど、やっぱ試合に負けへんっていうのが一番でかいよね。これは中継ぎでいこうかな。コントロールもエスやし、うわうまい、うわマジで待ってくるの、撃たれたな、モブキャラに撃たれた。絶対このストライクゾーンより顔でかいからね、おかしいからね、普通に考えたらおかしい。よし、ナイスナイス、まだ生きる、まだ俺の夏は終わらない。ああ投資がマックスですね。よーし、ああいけるか。155キロまで上げよう。投資は最後に取る。これ伸び骨とかね、対左来てほしいから根性取ってしまいます。はい、取ります。 OK、 いきましょう。打撃返す、クロスファイヤー、うん、あとクロスファイヤーいる。お待たせいたしました。共に絆を深め合い、シラス、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁。シラス高校はキャンペーン化されたやばいな。ピッチャーの左が転がした。え、俺バント方針持ってるのに。送りバント成功。送りバント成功させまだ。なおもピンチが続きます。ストレート見送ってストライク。いきなり155キロ。大丈夫。投げた。よし。ストライク。これで追い込みました。第3球を空振り三振。日置見事なピッチ。155キロ。二人を置いて迎えるバッターは小峰。第9球シュート決まってストライク。まずは決めてきました。投げた直球ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた見逃しの三振、日置ナイスピッチング、ありがとうございます。日置うるさいな。しらす、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で水取り、見たらわかるって。第2球このままストライク、膝元いるかな、この軽く追い込んでまいりました。投げましたストライク、見逃し三振。堂前さんの実況、ランナーは7番横田、今日の第1打席はスイングアウト。初球に送ってストライク、キレのある変化球、ありがとうございます。アウトコース低めいっぱいストライク、もう追い込んでいます。投げました、よし、インコース低めいっぱい、見逃し三振、見逃し三振。ああもう知らず、ここはなんとそのノート1、3塁やめて。ノートランナー一塁三塁という場面で塚田、第2球シュート見送ってストライク。第3球を見逃し三振、まあ塚田で思い出してんけど名前でね、あの大体な高校の先生とかさ、まあ高校卒業して専門学校行くっていう方とかやったらあれなんですけど、高校とかさ専門学校の先生ってさ生徒と仲いいやん、先生なんか休み時間先生と喋ったりとかさ、大学ってね教授生徒のこと嫌いからね。寝とうやつサイン落とすとか、喋っとうやつも出ていけとか普通に言うからね。今塚田で思い出したのは、なんか僕まあ法学部やったんですけど、まあ、法律の勉強するんですけど、あの憲法とかの授業でなんか例えばなんか200人ぐらい受講生がおって、まあ、受け取ってね、なんか15人ぐらいしか単位当たれへんからなってあらかじめ言ってるんですよね。おかしない、絶対おかしいよそれ。
6まではいけるかな。はい、行きましょう。まあこれど、まあ打たれ強さ、ああそうか、打たれ強さはどうか、不屈でもいいな。不屈の方が欲しいっていう方の方が多いんかな、投手育成は。あと脅威の切れ味も査定高いですもんね。シュート見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、打ちました。アッシャル、こう思うとナイスピッチ使った方がいいな。第4球を外へ逃げるスライダー、空振り三振。バッターは5番ケンモス。なんかこういうバッターの方が怖い。打ちました、やめて。よーし、焦る。3アウトチェンジ、日置。いやーマジでマジで強えわ。しらす、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー2塁という場面で土屋。第3球を3球目空振り。次が4球目、三振。ピンチを連続三振でしのぎます。バッターは途中から入っている森下。第1球ストライク、まずは入れてきました。第2球外角低めいっぱいストライク。よし、1球1球に魂を込めて投げ込みます。インハイ、空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。なんかね、まあ僕巨人ファンなんですけど、あのカミネロっておるやん、カミネロが出てきたとき俺めちゃめちゃ不安なんだけど俺だけじゃないはず。最近ねちょっとねあんまり好きがなくなっちゃったかな。なんかね野球選手だったら日ハムのね杉谷選手がめちゃめちゃ面白くて、まあトンネルズとかの番組とか出てるんですけど、いくつかの内ハムの方が好きかなってなって思った。でもなんか中田翔がね、移籍ってサッカーや。初球を打ったライナーだ、ボールはサブ。いやー球団変わっちゃったらね、内ハムもなんか第9見送ってストライク、応援したくなくなるって言い方はあれですけど、なんか僕中田翔と杉谷の絡みがめちゃめちゃ好きやったから。第6球をアウトコースいっぱい、見逃し三振。外側いっぱいに決まった。第1球アウトローへストライク、いきなり153キロ。第2球シュートはストライク、投げた、アウトロー際どい球、ボール、カウントワンボールツーストライク。よし、この満塁はよく防いだ。最後はキレのある変化球。もうツーストライク追い込まれがマジでね、タン取ってくれよってずっと祈ってる。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で待った。一球目ストレート空振り、いきなり155キロ。シュート見送ってストライク。第3球を、よし、空振り三振、日置。第1球まっすぐ見送ってストライク、いきなり154キロ。さあ次の投球、オッケー、投げた、三振。バットが空を切りました。つい決勝ですね。さあ最後変化タック勝つ青指導。うん、こっちですね、行きましょう。内角伸び骨は骨にで直取りですね。でこれクロスキャノンしますね。クイック対左シュート、6、あこれシュート7いけるな。クロスファイア取ってしまおう先に。あとは投資 OK で変幻自在ですね。あとうん OK、 あ対ピンチも取らなかった。よし行きましょう。いいね、知らず、ここはなんとか、こういうミーと F のキャラクター相手には僕ナイスピッチ、まあ、三塁とコーター使いますけど三振取れるんじゃないかなとか思ってる。第3球をなんかミーと C 以上が怖いね。あーレフトが一番怖いな、この赤月やったら。二宮、アレフト、ヤシマ、見送ってストライク。
日置、まずは簡単に追い込んでいます。打ちました。うまい。余剰。ちょっと。赤付け大付属、ようやく1点を返しました。すごいな。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で一ノ瀬。一ノ瀬俺一ノ瀬って呼んだんだけど、一ノ瀬って言ってるやん。第2球どっちが正しいんやろ。アウトローへ、一ノ瀬、一ノ瀬。投げたインコース低めいっぱい、見逃し三振。いや関西人は多分これ一ノ瀬って言うと思うね。多分関東の方だったら一ノ瀬かもしれへんけど、ノーアウトランナー二塁という場面、これ気になるな。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。関西の方見てたら一ノ瀬って言いますよね。第3球を開拓、低めいっぱい、見逃し三振。第9球、初球から打ちた。これはピッチャー真正面、アウト。真正面。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球、ヤシマネ、ほんとなんか外野の前にポトンって落とすんだよね。投球これから2球目、いける、抑えれる。第3球を流し打ち、こんな感じで打ってくるから、3アウトチェンジ。怖いね。いいね、安定してるわ試合が。アウトランナー二塁という場面で4球、初球決まってストライク、いきなり150キロ投げました。変化球ストライク、インローへ、キレのある変化球投げました。インコース高め、空振り三振。最後は155キロストレート、おまた。第1球、初球空振り。さあ次の投球、第3球は空振り三振、バッターアウト。得意のジャイロボールでしとめ、うわ実三塁。ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で新倉、落ちで第2球、インコース低めいっぱい、ストライク。変化球にキレがあります。投げました。3球目ストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます。カウント上、インコース低め。はい、ということで甲子園優勝できましたね。いやこう思うと前ぶれがめちゃめちゃ、はい、ちょっと悔いが残ってます。絶対1位やな。で中継ぎでいきましょう。まあ先発適正最初やってから中継ぎ適正取るっていうのもありなんですけどね。もう中継ぎでいきます。エピローグ、ロスキャノン。さあ経験点は9100、1万、ほんと超えない。しらす1万超えれないんですよね僕。さあ最後ノルカップやっていきましょう。大丈夫、おお、よかった、変化足りた。はい、ピンチでどうしようかな。速球対抗シーンとか取りたいけどね。尻上がり、取る、取るか、20丸まで取るか。はい、オッケー。今回ね、天才に打届け使って、千丸は引けましたね。本当嬉しかったです。はい。ただ、前触れは失敗ですね。ドクター・ケイド、根性、クロス・キャノン、デュエドル・アン。ちょっと英語だけ発音気にしました。変幻自在、先手必殺ですね。アーコツはめちゃめちゃ取れたかな。そうでもないかな。こんな感じか。はい。ラスト。S 級以上。おし、S 級来ましたね。うわ、これ。どうだろうね、前触れ成功しとったら SS いっとったんかって、多分ギリいってないと思うねんけどな。160キロまで上げてないし、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価しててね。概要欄に Twitter 貼っております。ぜひフォローしていただければかなと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ